河井牧は、日本の科学者。自然科学研究機構分子科学研究所長、日本科学会会長、東京大学名誉教授、理科学研究所名誉研究員。金属表面における分子の振動励起とそれに伴う表面化学反応など、表面化学の広い領域を専門分野とする。東京都世田谷区出身。1970年3月。 東京学芸大学附属高等学校卒業。1971年4月、東京大学教養学部理科二類に入学。1975年3月、東京大学理学部科学科卒業。1977年3月、同大学大学院理学系研究科修士、課程修了。1980年3月、同研究科博士課程修了。 同年4月、理科学研究所の特別研究生となる。1983年4月、通産省の大阪工業試験所の非常勤臨時職員となる。1985年5月、理科学研究所に研究員として採用され、職場研究室に入った。1988年5月、東京工業大学工業材料研究所客員、教授に就任。 1996年、第16回、サルハ師匠を受賞。2004年3月、東京大学大学院診療域創生科学研究科物質系専攻教授に就任。2010年4月から2015年3月まで、理科学研究所の理事を務めた。2014年10月1日から2017年9月30日まで、日本学術会議の幹事を務めた。 2016年4月、自然科学研究機構の分子科学研究所の所長に就任した。2017年4月、東京大学名誉教授。2017年11月3日、個体表面における触媒反応に関する研究、及び操作トンネル顕微鏡を用いた単分子化学反応の実現の研究成果が評価され、四示法賞を受賞。 2018年5月23日、日本科学会会長に就任。任期は2年間、2019年ロレアルユネスコ女性科学賞受賞、2020年日本学士委員賞受賞、2021年国連、10人委員会メンバーに選出。主な研究成果として、数原思想の金属酸化物の薄膜表面上で、化学反応の選択制御に、 初めて成功。新原理で原子を操作。金属電極関接号の可逆的制御に成功。固体表面上の分子一つ一つの性質を調べる。新手法を確立。分子ピンセットの開発に成功。新規な混同効果を金属表面上の分子で発見。N 型有機半導体の単分始末形成に成功。量子ドットの一次元配列を発見などが挙げられる。ありがとうございます。